I thank everyone for coming here. I really appreciate all the support. And then also I want to say, I heard about like the stuff that happened in Hokkaido, so I really wish that everyone is really safe, and I send out my wishes.頭にお礼を申し上げます。また、今回北海道で大きな災害があったと聞きました。被害に遭われた方にお見舞いを申し上げます。全米オープン優勝おめでとうございます。現地でさまざまなインタビューに答えられている中では、まだあまりこう夢のようで実感がないというようなお話もされていたかと思いますが、まあ、帰国して何かその実感という部分、こう心の中の変化というものはありますか？So, because I've never had like, oh my god, so many people coming to a press conference. So I think for sure it's sinking in now. And in America, I had to do a lot of press after I won. そうですね。今こうしてたくさんの方々が記者会見に駆けつけてくださっているので、少しそういう気持ちになってきている感じがします。私たちは大坂選手が全米オープンで。本当に強豪相手に勝ち上がっていく姿に勇気をもらって、そして優勝したその姿を見て、その姿にこう何か誇りのようなものを感じて、すごく嬉しい気持ちになりました。こういった日本のファンの声というのは大坂選手には届いていましたか？そして今日本に帰ってきて日本のファンへのメッセージはありますか？I mean, of course, there was a lot of people that came to watch my match, and there was a lot of Japanese fans as well, and I'm really grateful for that. And yeah, I mean, when I came here and there was a lot of people waiting at the airport, I felt really surprised and happy. そうですね、もちろん私の試合にもたくさんの日本人の方々が応援に駆けつけてくださいましたし、そして日本のファンの方々が注目してくださっているということも聞きました。そして今日空港に日本の空港に着いたときには、そこでまた多くの方々が迎えてくださったので、ちょっとびっくりしましたけれども、皆さんの声援を受けてるんだなということを実感しました。まず聞きたいのはですね、ずっと試合中、ネガティブに大坂さん、よくなるというふうに言われてたんですけども、それを試合中、そのポジティブに、どうやってその意識を持っていけたのか、強い意志を持っていけたのか、おそらくその、なかなかネガティブを克服できない人もたくさんいると思うんですけども、少しアドバイスをお願いします。Well, I think I just thought that, I don't know, like I shouldn't have regrets because when I'm negative, then I tend to think that if I was positive, I could have won the match. So, I don't know, like playing at that high level, you can't really afford to lose any points. So I think the more positive you are, the more better you play. So for me, that's my advice. 相手がどれだけのレベルかというのは、やはりやってみないと分からないところもありますので、自分はできるだけポジティブになることで、どん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 ポイントが取れるということを信じていますし、私はそれが今回できたんではないかなと思っています。US オープン中に北海道の地震がありました。その おじい様も北海道にいらっしゃると思うんですけども、北海道の地震が何かプレー、パフォーマンスに与えた影響というのはありますか？ I mean, of course, I wanted to do well to maybe in some way cheer everyone up. So, of course, that was one of my goals. And I mean, I called my oji-chan after I won the tournament, and he was really happy. So, yeah, I was happy about that.日本でカツと抹茶アイスクリームを食べたいとおっしゃってましたけども、これも食べられたんですか、帰ってきて。食べなかった。食べなかった。今後はどうするんですか、この後は。食べるんですか。The thing is, Tori is so close now, and I have to be on a diet before my matches, so maybe after. 4時30分について、今まで5時間しか経ってませんけれども、How do you feel? 今いかがですか。今、眠い。ちょっと眠い。But also, really happy. かつてインタビューで2019年までにトップ10に入る、そしてグランドスラム優勝するという話がありましたけれども、すでに2018年で達成しました。そうなると次の目標ゴール、世界ランキングトップ世界ランキング1位などについてはいかがでしょうか。
I think for this year, my immediate goal would be to get to Singapore, and of course do well in Toray, and maybe year end top five, but I'm not putting pressure on myself. 優勝した瞬間から今まででかけてもらった言葉の中で一番嬉しかった言葉は何でしょうか。それは誰からの言葉でしょうか。I think、okay, I guess the match that I won 6-0, 6-0. He was asking. Oh, sorry. like after the match, I guess, after I won, I got a lot of text messages. And I think the one that made me most happy was maybe...I guess Kay, I don't know, because he was really supportive throughout the whole tournament.、So. たぶん優勝した後にたくさんのメールをいただいたんですけれども、その中でたぶん一番私が良、かったな、嬉しかったなと思うのは、Kさん、錦織さん。からいただいたのが常にずっと私を応援してくださっていたので、一番印象に残っているかと思っています。大坂選手今回優勝したことで、とにかくですね、今日本は大坂なおみブームとなっていまして、週末の試合のチケットももう即完売という状況なんですが、この現状ご自身どのように受け止めていますか。どう思いますか。I mean, I'm really grateful for all the support. And yeah, I just hopeI play well in my match, but for now, I don't know, like I'm just sort of riding the wave. 皆さんの支援を受けるのは本当に私は感謝でいっぱいなんですけれども、もちろん今回の大会でも良いプレーができればと思っています。ただ、今のところ、現在この段階では、皆さんに応援してくださっているこの状態にうまく乗っているなという気がしています。週末もうすぐ試合がありますので、本当にこうお忙しいと思うんですけれども、もしお時間があれば日本でやってみたいこと、さらには行ってみたいところ、何かありましたら教えていただけますでしょうか。Either go to Harajuku or do the Tokyo Dome jet coaster. そうですね、原宿に行きたいですし、あとは東京ドームの隣にあるジェットコースターにぜひ乗ってみたいと思っています。すみません、最後に大坂選手というと本当にこうおしゃれで有名ですけれども、大坂選手今日されているそのパール の, イヤリングというのはやはり特別な思いのあるものでしょうか。I won Indian Wells and US Open with them, so it's sort of like a lucky earring. 全米オープンでこれで私に幸運をもたらせてくれたと思っていますので、これがラッキーなアイテムかなと思っています。Congratulations on your win. Obviously, you played fantastic tennis in the final. You were clearly the better player. Do you feel a little bit sad maybe that you were unable to enjoy the moment, your first Grand Slam, because of perhaps Serena's drama?Wow, this is so weird for an English question. No, I mean, for me, I don't feel sad, because I wouldn't even know what, like, I'm expected to feel, because I feel like since it was my first final and it was my first Grand Slam victory, overall I felt really happy and I know that I accomplished a lot, and I don't think I eventhought about feeling sad because there's no like experience for me to draw on any other Grand Slam final win. So. ただ今の質問は、まずおめでとうございます。US Openの、優勝は素晴らしかったです、非常にいい戦いができたと思いますけれども、ただ決勝戦はやや残念だった感が残っているのではないかと思っています。
優勝した後もなかなか楽しむことができなかったというのがあるんではないかと思うんですが、いかがですかという質問でした。答えは、私は実際そんなふうに、それほど残念だったあるいは悲しいというふうに思っていますいませんというのは、なぜかといえば私の初めての決勝進出でしたし、初めての、グランドスラム大会の優勝でしたから、そこでどれだけのものを期待すべきかというのは全然分かっていませんでした。ですので終わってみればやはり全体的に自分としてはハッピーな、トーナメントだったのではないかと思っています。十分にたくさんのことが成し遂げられたと考えています。私に全く知らなかった経験をもたらしてくれていたので、そういう意味では経験がなかった分何を考えていいかというのも分かっていなかったので、それほど多くを考えてはいませんでした。日本に戻られて今会いたい方っていますか？My sister?お姉様と会ってどんなことを日本でしたいですか？ I guess I don't know, just hang out or something. I haven't seen her since maybe Wimbledon. 多分ウィンブルドンぐらいから会っていないので、姉と会って本当にちょっと楽しく時間を過ごしたいと思っています。根室のおじい様もとっても喜んでいらっしゃいましたけど、おじい様に会える予定もあるんでしょうか？ I mean, if I see my grandpa, which I will, because he's gonna come, I mean, of course I'll thank him, because he's always been supporting me, so, yeah, I mean, I'm looking forward to it, because he's very interesting.もちろんおじいちゃん来てくれますんで、そこで会うことができますし、いつもいつも私のことを応援してくださってますので、本当に会うのが楽しみです。それにとても楽しいおじいさんなので、面白いおじいさんです。会うのが楽しみです。すみません、最後に一つだけ、今度はぜひ東京オリンピックで大坂選手のメダルを持っている姿を見たいなと思っている方がすごく多いと思うんですけども、ご自身の東京オリンピックへの思いとそして目標を教えてください。 I mean, of course I'm very excited、and I know everyone's very excited that、the Olympics are going to be held in Tokyo、and yeah, I mean、I feel like it's every athlete's dream to play in the Olympics. So I'm looking forward to that a lot. And I feel like if you play, then of course you would want to go for gold. So that would be my goal too. もう皆さん、どのアスリートでもやはり夢に思っていることだと思いますから、私自身もとてもとても楽しみにしています。もしプレーすることができるのであれば、当然狙うのは金メダルというふうに思っていますので、それを目標にして頑張りたいと思います。インスタグラムにたくさんの写真が掲載されていますけれども、先ほど行きたい場所とか食べたいものとかもありましたけれども、次、日本でお時間ができたときに、どんな写真を、誰とどんな場所で、掲載したいと思ってますか？I'm not really sure yet. Maybe, maybe in front of a convenience store or something. I don't know though. まだどうしようかわからないですけども、多分コンビニ行った時の写真かなんかになるんじゃないかと思ってます。そして日本中に感動を与えてくださいましたけれども、いざ日本に帰ってきて日本語で皆さんに何かメッセージを伝えるとしたら、どんな言葉が今頭に思い浮かびますか？ I mean, なんかいつも応援ありがとうな、That's what I always say、and I feel like you asked me what word is in my head just now、He did ask me what word is in my head. Oh, that was it. Sorry. yeah, なんかいつもありがとうございます。Well, I want to say something that's not what I said. Hi.こんにちは。お寿司はすごく美味しい。はい
Sorry, okay. いつもありがとうございます。今回の大坂選手の活躍を見て、日本中のたくさんの子どもたちがテニスに興味を持ち、テニスが大好きになってくれたことと思います。その子どもたちに向けて大坂選手からぜひメッセージをよろしくお願いします。ごめんなさい。I don't know. I guess just have fun. Tennis is a game, and yeah, I mean, always try your best. But don't look up to me because I don't want that responsibility. ぜひ楽しくテニスを続けてもらいたいと思います。テニス、戦いとはいえどもやはりゲームですので楽しいはずです。そして皆さんできるだけ自分のベストを尽くしてもらいたいと思います。あとは、私を目標にしないでください。それまでの責任が取れないと思っています。試合後のインタビューだったり会見での大坂選手の発言がすごく話題になってますけれども、そのことは大坂選手自身はご存知ですか？No, not really. I don't really, like during tournaments, I don't really look at social media or YouTube or anything, so I didn't know that. そういった時はどういったことを意識してコメントをされているんでしょうか？ I don't... あんまり考えてない。I don't really have anything. I just like someone asks me a question and then I just say whatever comes into my head first. さっき錦織選手からいただいたメッセージが一番嬉しかったってことですけど、そのメッセージの内容とどう返信したかというのと、錦織選手ってのは大坂さんにとってどういう存在なのかって教えてください。He said, "Omedetto." Wait, what was the second word? Oh yeah, I said, "Arigato." Omedetto と送ってくださったので、ありがとうと返事をしました。両方日本語でやり取りしたんですか？半分。Like he writes in like Romanji.So I'm kind of confused, but and then I respond in hiragana. So. K さんは、ローマ字でメッセージを送ってくるんですけれども、ちょっとそれなので分からない時があるんですが、ただ私は彼にひらがなで返信しております。先ほどの質問にもありましたが、大坂選手の日本語でのインタビューというのも日本で話題になっていますが。大坂選手の中で何か大事にされている日本語ですとか好きな言葉というのはありますか？もしありましたらその理由も教えてください。It's been Murasaki for a while now. And I'm not really sure why. I really think it's because I was watching Glass Mask and then she was always like talking about this Mr. Murasaki guy. So.ガラスの仮面をずっと見ていたので、そこの中で紫さんという方が出てくるので、しばらくは紫という言葉が私大好きでした。アメリカでの生活の中で日本語を学ぶときはどのようにして勉強されているんでしょうか？I mean, I watch a lot of drama, and thenMusic and then also like YouTube. そうですね、ドラマをたくさん見たり、あとは音楽を聴いたり、YouTube を見たりしています。大坂さんの活躍ですとか、存在っていうのが、古い日本人像を見直したり、考え直すきっかけになっているっていうふうな報道があるんですけれども、ご自身のアイデンティティというのも含めて、その辺をどのように受け止めていらっしゃるか、お考えさせてください。
その報道はテニスに関してそういうふうに報道されているんでしょうか。テニスというよりも、まあ、いわゆる古い日本人像というものがその、まあ、日本人の間に生まれた人が日本人というような古い価値観があると思うんですけども、大阪選手の活躍で大阪選手のバックグラウンドなどが報道される中で、そういった価値観というのは少し、まあ、変えよう変わろうという動きが出ていると思うんですけども。Okay. Is that a question? firstly, arigatou gozaimasu. And then, I mean, I don't really think too much about my identity or whatever. For me, I'm just me, and I know that the way that I was brought up, I don't know, people tell me I act kind of Japanese, so I guess there's that, but other than that, if you were talking about my tennis, I think my tennis is very, not very Japanese, so... まず私はあまり自分のアイデンティティに関しては特に深く考えることがなく、私は私であるというふうにしか思っていないところが多いので、あるいは私が育てられてきたその方法の通りに私はなってきているなというふうに思っています。また自分のテニスに関しては多分あまりというかほとんど日本のスタイルらしくないというふうに思っています。What do you think your win can do for the popularity of tennis here in Japan? And is that something that you actively think about? I mean, I started thinking about it at the beginning of this year, after I did well in Australia. And then, of course, after Indian Wells, I think it sort of made me think harder about it. And then while I was playing the US Open, NK was doing well, and they were saying that it was the first time there was two Japanese semifinalists together. Yeah, I definitely was thinking about like if little kids were watching and they wanted to play tennis too. And I've always thought that K is a super good role model on the men's side, and I wish that there was one on the women's side, so hopefully I can be that role model.まず質問は今、あなたが今回 US Open 優勝したことによって日本のテニス界のというか日本のテニスがまたさらに人気を博すのではないかというふうに考えていらっしゃいますかという質問でした。答えとしては、今年実は最初から、今年の初めの方でオーストラリアで非常に良いプレーができたこと、そして続く大会でも結果が良かったことで、そんなようなことはちょっと考えていました。そして最後この US Open、 今のところ最後ですけども US Open で、錦織選手とともに私たち日本人が、2人、セミファイナルに残ったのは初めてだということも聞かされましたし、であればやはり、それが何かどこか子どもたちに、良い影響を与えてくれているかなということはちょっと考えたこともあります。錦織選手は、男子のテニスの世界で素晴らしい、ロールモデル、みんなが見上げる存在となっていますので、私もできれば女子の方で彼のような存在になれたらいいなということは思うことがあります。はい、右の方です。はい、じゃあ今度左です。左の方のテレビカメラです。左の方のテレビカメラです。左の方、はい、